こんばんは、ママアクセルゆかりんです。今日はですね、私の最近の購入品を紹介したいと思います。お洋服以外の購入品、結構ね紹介したいいいものが集まってきたので、まあ4月5月ぐらいにね購入したものを紹介していきたいと思います。ちょっと長い動画になりそうなので、気軽な感じで私も飲みながら紹介したいと思います。レモンサワー飲んでます。それではスタート。じゃあですね、お洋服以外の最近の購入品を紹介したいんですけれども、結構いっぱいあるの。 1,2,3,4,5 8点ぐらいあるので、まあおしゃべりしながらね紹介していきたいなと思います。ちょっとライトなものから、まずこちらです。はい、こちらはですね、メイクアップケープです。エプロンを買いました。こういうやつね。なんか今更ながら朝着替えてメイクするのに、いや服が汚れちゃうなとか結構思う時があって、心配しながらねやってたので、あ、これエプロン買えばいいじゃんと思って、Amazon で購入しましたまあこんな感じ別にあのお見せするほどのものでもないといえばないんですけど、こんな感じでね。なのであの洋服を着たままメイクしても汚れないということで、これ2枚セットになってたので、私はあの1枚はちょっとね、あの仕事で使って、もう1枚を自宅で使おうかなと思って購入しました。すごいやっぱりね、安心感がめちゃめちゃありますね。ちょっとなんかアイシャドウついちゃったとか、あのファンデついちゃったとか、たまにね、あるの。特にね、白い洋服とか汚したくないなって思うので、これなんかね、買ってよかった。まあでも安いの探せばあると思うんですけど、私は Amazon で2枚組で購入しました。これはね、買ってよかった一品です。はい、そして2品目はこちらのね、無印のマスクケースになります。まあ、結構ちょっとこれも今更感あるといえばあるんですけれども、あのたまたまねマスクケースが無印で目についたので買ってみました。それまではちょっとクリアファイルとかに適当にね、あのスペアのマスクを入れてたので、あ、これ買ってよかったなって、あの地味にあるとないとでは全然違う品だなって思いました。マスクを折らずに収納することができるので、まあこの形のももだったらそのまましまいます。まあ、こういうあの個包装じゃないマスクとかの場合も入れやすいのでね、すごい便利に使ってます。まあ、こういう風にちょっとスナップボタンがついていて、あの折りたためるようになってるようなんですけど、私は折りたたんではあの使わずにこの細長いままカバンにねいつも入れてます。これは地味に役立っている一品ですね。で、ちょっとマスクつながりで今使ってるマスクも結構ね、あの可愛いねって言っていただくことがあるので紹介したいと思います。ちょっともう箱を捨てちゃったんですけど、こちらのマスクを私は使ってます。楽天でね結構あのセールとかで安くって、今こう紐の色が違うマスクが結構流行っていて、結構お高いものだとお高いんですが、これはそんなに高くなくて、あの罪悪感なく使える感じなのですごいいいのと、この紐のカラーリングがとっても可愛くて気に入ってます。私は L サイズ、あの大きい方のサイズを使ってます。ここのねカラーがすごいポイントになっていいかなと思います。ね、グレーにちょっとエンジっぽい感じのね組み合わせで、これねピンクとかも持っているんですけど、このグレーにエンジみたいなのが一番私的にはおしゃれ感があって好きなんですよね。そうで、ピンクはこちら。ピンクもあの肌色がよく綺麗に見えるので、イエベの方とかは、まあ、私もイエベなんですけど、こっちの方がいいかなっていう感じはする。でブルベの方はこっちの方がいいのかなって感じはするんですけど、私はまあイエベだけど気にせずにこれを愛用してます。すごい気に入ってます。そしてちょっとマスク関連でもう一つ、この無印のマスクに貼るアロマオイル用シール、これをね買いました。いや、これがねすごい良くて、自分の好きなあのオイルとかをここにねつけてマスクに貼ることができるんですよ。なので私は自分の好きな香りをねここにシールを貼って、自分の好きなアロマオイルをちょっとこのシールの部分に垂らして使ってます。そうするともう本当にね気分が全然違うんですよね。こうやってつけた時にこっからこうほのかに香るので、結構スーッとする香りとかをすると喉とね鼻がね通るようなスーッとする感じになるし、すっごくこれは買ってよかったなって思います。やっぱり無印はね、あの買ってよかったっていうものが結構たくさんあって、これはねそのうちの一つです。これは絶対リピートしたいと思います。
次はね、帽子を買いました。こちらですね。こちらは、シャポードオーのバケハになります。バケハって欲しいけど結構形が難しくて、なんか探検隊みたいな感じになっちゃうなって思ってて、ずっとね、買えずに行ったんですけど、このシャポードオーのバケハはレースでできてて、すごーく繊細な感じのレースが上に1枚かぶさってるっていうものになっていて、かぶった時にすごくエレガントで可愛かったので買いましたね。裏地とかもすごく可愛い、まあ、こんな感じですね。バケハなんだけど探検隊にならないおしゃれバケハっていう感じで、まあ黒だけどレースなのでそんなに重くないですし、真夏もね使えるかなと思って買いました。まあ日よけで帽子は必須なんですけど、やっぱりおしゃれなものが欲しいので、おしゃれなものを探してる方はシャポードー、すごい可愛い帽子がたくさんあるので超おすすめです。はい、次はね、最近私ヘアケア、髪の毛のケアに結構凝ってまして、これをね美容院で購入しました。オージュアのシャンプーとトリートメントとオイルセラムですね。はい、この3種類をね購入しました。今ねセットに行ってる美容院がオージュアのねシリーズを使っていて、結構毎回ね違う種類を使わせてくれるので、いろいろ楽しんで試してね、どれがいいかなっていろんな種類を試した中で、私は結構こうダメージがあるのでカラーリングをねしてるので、なのでそういう人にいいよっていうことで、このイミュライズっていうシリーズとクエンチっていうねシリーズを紹介してもらったので、美容師さんにシャンプーはイミュライズ使った方がよくて、トリートメントはクエンチ使った方がいいですよって言われたので、もうおすすめの組み合わせで購入しました。もうねこれにしてから髪のツヤが劇的に違うなって実感がありますね。美容院でのトリートメントもいいんだけど、まあ、月に1回とかしかできないので、まあ、ホームケアでねしっかりやった方がいいなと思って、ちょっとお高いんだけどシャンプーには投資した方がいいなっていう風に思っていて、まあ、美容院専売品が結構ねいいんじゃないかなとずっと思ってたんですけど、どれを買えばいいかわからなかったので、今回ね美容院で何回か使ってみてすごい良かったこのオージュアシリーズにしました。まあ、結構ね種類がいっぱいあってすごく難しい、なんかもう自分では選べないので、私はやっぱりカラーリングしてるので、そのダメージが気になるとか自分のね気になるところを相談して選んでもらいました。ですごくよくって、もう本当にね髪の肌触りからもう変わっていく、質感も変わっていくっていう感じで、もうすぐにね違いを実感できたので、これは本当に髪の毛のケアね頑張りたいよっていう方には超おすすめですね。オージュアシリーズぜひ使ってみてください。次はこちら、ちょっとねビューティー関連が続きます。これはですねシャネルのリップですね。こちらはリュージュココフラッシュ172番ブラスリーっていうカラーになります。実は私が今つけているこのカラーになります。結構こっくりとしたというか落ち着いた大人っぽい感じのね色なので、まあともすればちょっと顔色がね悪く見えちゃうような色ではあるんですけど、私はこういうね結構なんか血色悪く見える系が好きなのかもしれない。でもう一個ねモマンっていうのもすごい気に入ってるんですけど、モマンに結構似てるけどモマンよりももっとくすんでいるというか、チョコレート味が強いとかそんな感じがしましたね。すごい気に入ってます。ちょっと手元でも出してみましょうか。もうねすごく綺麗な色なの。こういうちょっと描き方独特って感じですけどこんな感じのね色になります。まあ、唇にのせた方が分かりやすいんですけど、そんなにがっつりね色がつくわけではないので、まあ3回ぐらいこう結構しっかりめに塗ってこういう発色になります。これ本当におすすめで、スルスル塗れてとっても塗り心地もいいし、まあ、やっぱりシャネルなのでねポーチに入ってて、まあ単純に気分が上がるっていうことで、すごく1本ね入ってるといいと思うし、贈り物とかにもねお友達とかにもねプレゼントするのにもすごく素敵なカラーなんじゃないかなと思います。最近の私の一押しのカラーはこちらのシャネルのリップになります。秩序なくいろんなものを紹介してる感じになっちゃってるんですけど、次はこちらいきます。はい、いきなりちょっとボッテガベネタの袋を取り出して、急にっていう感じなんですけれども、ボッテ
テガでお買い物をしました。なんですけど、この大きい袋に対して物はすごい小さいので、いや実はショップに行った時に、え、そんなに大きい袋に入れてくれるのちょっと恥ずかしいわって思うぐらい物は小さいです。こちらの立派な箱に入っているわけなんですけれども、すごい小さいのあ、かわいい。これグリーンの巾着に入ってます。もうボッテガといえばね、グリーンなのでね、ちょっとこれも購入してからまだ開けてないんですけど、今開けます。私が購入したのはこちらです。じゃじゃーん、エアポッツケース、エアポッツプロケースですはい、グリーンを買いました。これはですね、私も本当に AirPods Pro をもう毎日肌身離さず使っていまして、まあ仕事でもよく使うのでね、あの打ち合わせしたりとか電話したりとか使うし、まあ YouTube とかも見るしっていう感じで、本当に毎日使うもんなので、まあ携帯、AirPods、財布って感じかな。もう私が絶対持ってるものっていう感じで、まあ使用頻度の高いものなので、まあ自分の気に入ったおしゃれなものを使いたいなっていうことで、このケースを購入しました。まあこれを買ったのが5月の、中頃だったんですけど、来週には値上がりしますよなんて言われて、じゃあ買いますなんて言って値上がり前にゲットすることができてよかったなと思ってます。はい、AirPods Pro ケースを探してる方、すごくこれ使いやすいですよ。私実は1個あの使ってちょっと壊れちゃったので今回買い直したんですけど、すごく使いやすいので、あのとってもおすすめです。よくあのバッグにちゃんとね、持ち手にこうやってつけてあの使ってるので絶対なくならないです。もう必ずここに戻すっていう風に決めておけば、 AirPods なくなったっていうことはほぼないので、まあ AirPods なくさないための投資だと思ってね、買ってもいいかなと、まあそういう言い訳ですねはい、で購入しました。ボッテガグリーンの AirPods Pro ケースです。はい、次はね、紅茶です。これはハニー&サンズって読むんだと思います、多分の紅茶を買いました。これはね、アイハーブで購入しました。私ここの紅茶が好きで、日本で買うと高いんですよね。ディーン&デルーカとかで買うと結構高いので、アイハーブだと本当に安くて3分の2半額近いぐらいかな、安いので、あのまとめてアイハーブで買うようにしています。私の一番おすすめのフレーバーは断然このパリですね。はい、すごく甘めのちょっとバニラとかいろいろなものがミックスされたフレーバーティーで、これすっごく美味しいのでぜひ飲んでほしい。でね、あの缶もすごい可愛いんですよね、このメーカー。なのであの飲み終わったものをいろんなあの入れ物として使えるので、あのすごい好きですで今回新しくね、チャレンジしてみようと思って買ったのが、このグリーンティー with ココナッツジンジャー&バニラっていう、なんかこうよくわかんないけど好きそうみたいな感じのやつと、あとこれもね、新たに試したウィンターホワイトアールグレー、アールグレーでホワイトな感じ私アールグレー大好きなので、あのこれをね買ってみました。まああのそんなに本当にアイハーブだと高くないので、あのフレーバーちょっとあの実際嗅ぐことできないけど、あのトライしてね、気軽に試せるので、アイハーブで購入するのはおすすめです。ちなみにアイハーブ注文してから4日ぐらいで届くので、あ、もう国内並みにすごく早いですし、安いものは本当に安いので、たまにねちょこちょこ買い物するようにしてます。はい、以上が私の最近の購入品の紹介でした。いかがだったでしょうか。なんかもう取り留めもなく最近買った良かったものを喋ってるだけの動画なので、果たしてこれが動画として面白いかはちょっとわからないんですけれども、もしこれがね、あの面白かったよっていう方がいたら、ぜひコメントにあの一言もらえたら嬉しいです。私はママ向けのアクセサリーショップレスブリスを運営していて、今日つけてるアクセサリーも全てレスブリスのものなので、よかったら遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。